アンに咲く花。どうもアニソンシンガーの朝香です。セカンドアルバムポントゥーンの制作すべて終わりました。はー、レコーディング頑張った。マジでレコーディングもだし、ミュージックビデオに至るまでのこの過程っていろいろあったの。こう衣装の打ち合わせしたり、ジャケット写真どういう風にしようかとかね、全部カメラ回したんだけど、ちょっとね、なんか映像に残すのが難しくって、全部お蔵入り撮ったのに結果ね、いろいろ映像に収めることはできなかったんだけど、うまく編集できなかったりして、ただいいミュージックビデオと素敵なアルバムに仕上がりましたよ。いやー、本当はなんか YouTube にいろいろね、細かく載せていこうと思ったんだけど、できなかった。ごめんね。いきなりこうバーってね、こう、突っ込んでますけど、なんか間に穴開いちゃってますけど、ちゃんとその間みんなに一つ一つ細かいことを考えておりました。ということで改めてね、終わって、本当に、あっという間だった。怒涛だった。1ヶ月ぐらいだよね。まるっと1ヶ月もレコーディングして歌詞書いてミュージックビデオ撮ってって、ああもうこんなに忙しい夏久しぶりやって、やっぱり作詞を自分でさせてもらったっていうのはね、大きいかもしれない。だいぶその忙しさに影響はしていて、はい次歌詞書いた、はいまた次のやつ書きますよみたいな。でね、思う時はなんか 2,3 曲もうなんか同時並行で作詞したりしてた。だからあれこの歌詞なんだっけ、うーんとかいろいろ迷ったんだけど、ただそこで一つ新たに発見したのが、いつもね歌詞書くときってもう一つの歌、一つの世界観にバーってこう没頭して書くんだけども、今回はやっぱりちょっと時間的にどうしても並行して書かなきゃいけないっていうのもあって、なんかこうやって視野が狭くなるよりも、一旦なんかじゃあこの曲置いてちょっと止まって、あんまりいいアイデア出てこないから次の曲やってっていう、なんか作業を2つともしているんだけど、どっちかが行き詰まった時にじゃあこっち行こうみたいな、なんかある種なんか自分のリラックスタイムみたいな感じになってたね。ちゃんと、まあ、脳は働いてるから体的にはねリラックスしてないんだけど、ただやっぱその世界観からちょっと一歩外に出てまた別の世界観に浸ってからまた戻ると、ああそういえばこの言葉ってなんかもっといい言い回しがあるじゃんって、アルバムを制作してる中でもいろいろ新しい発見もあったりして、あこういう風に2つともねいろんな曲を同時に進めていくっていう中でもいろんなのできるなって勉強になりましたね。すごい楽しかったし、ここで改めてその自分が作詞した曲のテーマだったりとか歌詞を一つ一つにちょっと丁寧に説明していけたらなと思って今カメラを回してます。ではでは、まず1曲目リード曲メイカビッグウェーブ。本当にね、改めてタケさんに今回曲を書いていただいてよかったなって出来上がった曲を聴いて思いました。最初はその今回ねそのポントゥーンっていうタイトルが、まあ、21歳っていう年齢からね紐づいて付けられてるっていうことで、せっかくならこうトランプをベースにした楽曲を新たに新曲として取り下ろしていこうということで、今回4曲ね取り下ろしているんですけど、そのスペードの曲はもともとそのタイアップ曲だったので取り下ろしてはいたんですよ。ただそのスペードの曲はもう聴いた時に、あこれきっとスペード曲になるだろうなって思ってた。で後の消去法でじゃあ残りの4曲どうしていこうかってことで新たにオーダーをしていって、例えばハート曲ならちょっとこうピュアで可愛らしいラブソングで、ジョーカーだったらちょっとこうブラスな、音がこう響き渡るビッグバンドでやってみたいとか、そういう風になんか決まっていった感じで、そのメイカビッグウェーブに関してはキラキラダイヤモンドいうように光り輝く曲でお願いしますって竹さんにそのトランプコンセプトですっていうのを2つとも伝えて書いていただいたんですけど、私の中ではそのハートとダイヤちょっと同じような世界観に実はしたかったの最初。ちょっとラブソングでハートはちょっと大人な方で
でダイヤはキラキラ輝く青春の時による恋愛みたいなのをちょっとこう対比として書きたいなと思ってたんだけど、タケさんから最初曲をいただいた時に、あれラブソングっぽくないぞって。で私から、いやーちょっと恋愛に寄せたいんですよねって言ったことは結局はなくって、なんでこれ言わなかったかっていうと、タケさんの曲が素晴らしかったから。これはタケさんが私に合わすんじゃなくて、私がタケさんに合わそうと思って、もうね、あの言葉を言わせないタケさんの音楽の説得力の深さ、あれすごいよね。だから私はそのタケさんの曲を聴いて、これちょっと恋愛要素ないから、もう友情ソングプラスすっごいね、夏の映像が頭の中で思い浮かんだの。海でビーチでこう旗取りしたりとか、ビーチバレーやってキャーって友達と過ごす夏、あこれにしようと思って。もう一つなんでサマーソングにしたかっていうと、まあ、その映像が思い浮かんだっていうのもあったんだけど、まさかって今まで季節をテーマにした曲って書いたことなかったの、作ったことなくって、まあ、タイトルにそのスノーとかね、季節をこう連想させるようなワードはあったんだけど、あくまでもそれは単語なだけであって、あくまでもその冬とかっていうベースで作られたわけじゃなかったから、ちょっと新たな挑戦としてなんか季節をテーマにして曲作りたいなと思って、もう迷わずこれはもう青春キラキラサマーソングにしようかなと思って、そのタケさんをその詩を伝えて歌詞を書いていきました。で今回ポイントなのが、21歳の私だからこそ書ける歌詞、なんかこう背伸びというよりも、私の夏はこういう夏だよっていうのを音楽を通して、なんか朝霞の素の近い、まあ、ところを知ってほしいなっていう気持ちで書いているので、あまり背伸びしたこととかは書いてないです。私が思っている素直な気持ちだったりとか、逆を言えばみんなにこういう夏を過ごしてほしいなって私からのメッセージも込められてて、やっぱり大人になっていくとお勉強よりもやっぱお仕事とか増えていくので、友達と過ごす時間っていうのはどん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 限られていくんですよね。だからお仕事とか、まあ、その学生の子だったら勉強で、恋愛とかも一旦置いて、本当に心からはっちゃけられる、もう全部服脱いでもうイエーイ一緒に騒ごうぜっていう気持ちになれる友達と過ごしてみてはいかがですかっていう、やっぱ友達としか過ごせない時間っていうのも絶対あるので、その気持ちを将来自分がどれだけ大人になっても忘れないでいたいっていう、なんか自分へのメッセージも込めたりしているので、ぜひ私の気持ちをね歌を通して受け取ってもらえると嬉しいし、今年の夏2021年の夏は最高の、二度と忘れることがない、自分のね人生に刻まれるような夏にしていけたらなと思いますので、ぜひ皆さん楽しんで曲を聴いてもらえると嬉しいです。ではでは次の曲いきましょう。2曲目、 Never Give Up、 さっき言ってたハート曲です。やっぱキラキラが本当はその学生の時にね抱いてるピュアな気持ち、あ恋愛ってどういう風にやるんだろう、気持ち伝えたいけど伝えられないっていう、このなんかもどかしいうむなシャイな女の子をキラキラではやりたかったので、じゃあ逆にハートは私がそのキラキラでやらなかったことをそのまま持ってこようと思って、ハート曲はこのネバーギブアップ、絶対に諦めちゃダメだよっていう、なかなかね好きな男の子に自分の恋心を明かすことができない女の子への応援ソングを書いてみました。これねすごい細かいイメージがあって、文化祭でその女の子が出し物としてバンドをやるんだけど、全然クラスの人気者というよりかはちょっと割とおとなしめで冴えない普通の女の子がバーってなんかね出てくるのよステージに。でみんなさ、え何あいつギターやんのウケるみたいな、おとなしいくせに歌えんのみたいな、女の子がもう勇気を振り絞ってジャーンってギターと一緒に Never Give Up って歌うわけよ。もうクラスの子たちはあいつめっちゃ歌うまいしやば才能の塊って笑いを全部音楽で
てクラスのみんなも応援し始めるんだけど、その女の子はクラスのみんなに評価されたいんじゃなくて、好きな男の子に歌を届けたい、自分の気持ちもそれに乗せて伝えたいってことでギターを弾いてるから、なんかそういうがむしゃら感、あーどうしよう恥ずかしい、でも今言わなきゃって、で弾いていくうちに楽しくなって、あーなんか今なら好きだってことを言える気がするって自信に変わっていって、世界中の誰よりも君のことが好きっていう歌詞で最後終わってます。いやーなんかね、今ね思い出すだけでもさ、あの時のレコーディングの楽しさはすごかったね。もう音楽チームみんなでこれ来た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 って、いろいろなんかあの最初のイントロに入る前のワンツースリーフォーとかもいろいろ選択肢があって、最初はこうバンド全員で言っているっていう演出をしたかったので、朝顔4人分撮って、ギターの子だったら激しく、ドラムの子だったらちょっとワイルドにとか、いろいろ設定を決めて結局4人分撮ったんだけど、なんかね女の子の陽キャな部分が出ちゃったの、まあ、すなわち私のことなんだけどなんか自信に溢れ出すぎてるっていうの、これ歌った後絶対男の子 OK してくれるみたいな自信がなんか出ちゃってたから、これはバンドメンバーとかじゃなくて、そのシャイな女の子が思わず楽しくって出ちゃったワンツースリーフォーアドリブな感じだったら、まさか一人で声絞って出した方がいいかなってことで、結局4人から1人朝霞のボーカルだけでっていう風になりました。まあ、そんな裏話もあったりして、本当にいい曲になったし、なんかファンのみんなも一緒になってワンツースリーフォーって盛り上がれる曲になるのかなと思うので、ライブで披露するのがものすごく楽しみな一曲です。ということで長く語っていきましたが、次の後半の動画では残りの2曲熱く語っていきたいと思います。では皆さん、今のことを踏まえてぜひ音楽聴いてみてください。アニソンシンガーの朝霞でした。また次回お会いしましょう。またねー。